放送予定の新作アニメの公式 SNS をハリウッドザコシショウが乗っ取りやりたい放題したことが話題になった。4月7日より放送開始となる転生貴族鑑定スキルで成り上がるは初回放送を目前にして突然 SNS のアイコンがザコシにすり替わり誇張しすぎたアカウント乗っ取りという投稿をした。その後も眠てえ乗っ取りやんねえからな、あー眠くなってきちゃったあなど不可解な投稿を次々と繰り返し、朝9時になると30分ごとに1枚ずつ自撮りを投稿し始め、俺のタイムラインはザコシに溢れ返っていた。現在鑑定とコラボ中の U-NEXT Pirates はコラボ相手が乗っ取りを受けたことに伴い4月8日のセミファイナルは誇張したメンバーで戦うことを宣言した。乗っ取りを受けている中、公式は新たにアニメの PV を公開し、動画を開くとザコシが主演の声をやりたい放題アテレコしていた。その後公式は無事にザコシを追い出すことができたことを報告し、現在は通常通りにアニメの情報を発信しているが、アイコンはザコシのままである。ちなみにザコシは同時に自身のアカウントでもほぼ毎分嘘投稿をしまくっており、いかにエイプリルフールが大好きなのかが伝わってくる。